ではあなたのファンディング希望額は300万です。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。マジか。え。<laughs> <laughs> 100万なら出しますタイガーファンディング始動その初期から参戦し数々の志願者と対峙した飲食の虎渡辺正人まだちょっと説得されないんですけど,どこの人権だと厳しいんじゃないかな法律的な問題は大丈夫なんですかわゆ、はい、と10年代の友人であるこの男が今宵い再びタイガーファンディングに舞い戻るこんなんでうまくいくわけねえよって言うんですよ 志願者の席に座る渡辺。ざわつくタイガーファンディング。いざ、己の野望を胸に、とらえと挑む。では、まずお名前をどうぞ。はい。渡辺正人、四十六歳。東京都から来ました、えー。次にあなたの希望する投資形態は。融資です。では、あなたのファンディング希望額は。三百万です。あなたが思い描く未来の姿は。 コロナ禍の飲食店業界におけるファインファーストフーズの挑戦ですではオールアナ船新しいミラルつかみ取れキャッチアファンド渡辺さんに一つ質問してもいいですか早速ですはい飲食店にとってコロナってどういう影響がありました時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア 株式会社 3A と代表取締役竹内浩一 YouTube の可能性をいち早く見出しビジネス界に激震を与える好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー YouTube 界の太陽はいかなる志願者の未来を照らすのか一言ではなかなか説明しづらいんですけどで、まあ、それこそこの1年のことを全部話そうとするとですねものすごい時間になっちゃうので。 買いつまんでいうと、まあ、とにかくそのステイホームとかその自粛に対応することが大変です。まあ、お客様が、ね、来られないっていうのももちろん大変なんですけどその対応が大変です。まあ、いつどうなるかは分からないので。ざっくりと飲食の、まあ、状態をお話しすると、えーまあ、昨年のその結果がもう出てるんですけどまあ およそ統計で1 5パ6からまあ20%ぐらいあの減らされてるんじゃないかっていうものから、まあ、もっと減ってるというあの話まであります。でじゃあのどの辺がどうなってるかというと、まあ、ラグジュアリーな、まあ、ミシュランの押し付きと言われるようなの業態から、えー、低価格帯の、まあ、生活必需品レベルマクドナルドに代表されるようなこの上と下は、まあ、そんなに悪くないんですよ。でもその中間価格帯が めちゃくちゃ悪くて。一応およそ前年比で6割減と言われてます。で、実は日本のその飲食の皆さんもご存知の通り一番行かれるところってこの真ん中の価格帯のところなので。で、かつこれは価格で分けたときに、まあそれでおよそ4掛けって話なんですが、立地とか、どういう人が利用するかとか、それから複数店舗かっていうところを全部掛け合わせるとですね、 まあ我々がまさにそこにど真ん中なんですけど、まあ厳しいかける厳しいかける厳しいってまあどんどんこう積み上がっていくというようなあのー、状況ですね。一店舗あたりの大きさが大きいところはですね、まあそれではとても間に合わないので、まあかなり影響はあるのかなと。で、まあ当然あのー、じゃあ手をこまねいているわけではないので、まあその中で何ができるのかっていうところで、あのこれまでもいっぱいまあ検討もしたしやってもきました。 まあ例えば、えーあのまあ、昨年の,その5月ぐらいの時点ではクラウドファンディングなんかをよく検討されているところが多くてです、ねまあ、あのやってるんですけど、まあ、これも1店舗だけのお店とかだったら非常に向いているんですけど複数店舗ではクラウドファンディングで集めたお金だとしょう、まあ、正直知れているので、まあ、かなりあのそこの効果は薄いと。でもかといって、まあ、大手さんほどあの物を出せる量もないので。 まあじゃあ何ができるのかっていうところで、えー、いろいろもちろんやってきました。なんか例えばあとはデリバリーとかテ,あのテイクアウトを持ってやったらいいんじゃないかみたいなお話とかもあると思うんですね。でこれもともとうちはその今でいうそのゴーストレストランにあたるようなものっていうのはやってきていてあのうちではバーチャル店舗構想って呼んでたんですけど、まあ、通常の目に見える形のレストランの上に あの分からないあの見えないい見え店まあだからゴーストっていうんですけど、え、を、まあ、いくつかやっていくと。で、これはですね、そのニーズと、その、まあ、供給が、まあ、うまく、あの、マッチしてれば合うんですけど、今は、ニーズが極端に減ってる状態なので、まあ、そこにいくらこっちでやろうと思ってもですね、以前のようには売れないです。で、ちょうど1年前に、実は、あの、六本木店で、 あのスパゲティの渡辺っていう <laughs> リアルには存在しないお店をやったんですけどでこれはあの実は結構良かったんですね評判良かったんですけどちょうど3月からかあの学校が休校になったところから途端にあの注文があの難しくなって、えー、いたんですねでこれは何でかっていうところなんですよまあ東京でいうと新宿から西側はまあ えー、吉祥寺までの間ぐらいですよねとか錦糸町とかでこういったところはですい、ね、まだにあのウーバーもそこそこ取れますでウーバー以外もあのかなりやってますで都心でもウーバーいっぱい見かけるじゃないかと思われるんですけどマーケットがこんだけしかないところにプレイヤーがこんなにいるので、まあ、1人当たりその1店舗あたりの売り上げはまあかなりあの少なくなっているとうちでもですねカメアリのお店はあのちょうど昨年夏ぐらいには ウーバーバかなり良かったんですけどもうそこから今急激に競合が増えているのでぐっと難しいあの市場になってます。で,であとは、えー、何でしょうね、まあ、それこそ、まあ、今回の,そのジョーさんがやわれてるようなイコマスについてもうちはあの結構早いタイミングからやっていて5月の頭にはですねもうあの母の日のアフリカローズさんとのコラボとかそれから、まあ、父の日それから土用の牛でうなぎ まあ料亭さんで作ってもらったうなぎとか、えっと、そういったこともやってましたし、あとは、あの、ハサップに対応したキッチンなので、除菌水で、あの、まあ、菌も滅菌した状態で野菜とかあの食材をお届けするっていうようなことも、もう、すでにやってきました。でただ、既存の店舗の売り上げをカバーするとか、えっと、まあ、それを超えるようなところにまでは、なかなかいかなくてですね。で、実際、えっと、通常、まあ、他社さんの様子見てても、 まあ、とても有名になっているところでも、まあ、とても1店舗分の売り上げを稼ぐほどには行ってないのが、あの、現状だと思います。まあ、その中でですね、多分本当その上社長のところはダントツに、あの、うまくいってるパターンだと思います。まあ、それで、まあ、今回、まあ、そこの中で我々がチャレンジできることはないかなと思って、今日は、ここに臨んだ次第です。 今回、まず、中心にしたいと思っているのは、ハーブスパイスビーガンカレーだ、えー、できています。で、ただ、我々がこれからやろうと思っていることは、そもそもビーガンの、えっと、食品開発自体をやっていこうと思っていて、今日は、えー、そのビーガンカレー、それから、えー、カリフラワーですね。これ、カリフラワー、あの、よくビーガンの方はこれをステーキに見立ててやるんですが、これをあのスパイスで、えー、作ったもの。あとは、 えーまあ、米粉のパンに、まあ、フ,ルーツあのフルーツサンドのものと,、えっとサラダをサンドしたものですコロナ禍が飲食業界に及ぼした影響は計り知れない渾身のビーガン料理その開発で渡辺は再起を図るいざ実食いただきますこれは前提としてあの動物性のものは一切使っていない ものですね。うん、以前の,のベ,ジベジタリアンとかそのビーガンの方のお食事って味が薄くてカスカスなものが多かったんですが、まあ、実はそんなことは今はなくてですね、まあ、非常にこのハーブとスパイスでビーガンでない方も ヴィーガンの食事で満足できるというところを。ちょっと分かっていただければなというのが。ここの意図でもあります。よくヴィーガンって聞きますけど、そのベジタリアンとヴィーガンというのは。違うものなんです,か違す。違います。えっと、ヴィーガンというのはですね、ベジタリアンの一つです。あの、お手元の資料にも、ちょっと後ろの方に、あの、表をつけてるんですが。えー、まあ、日本では完全菜食主義者。 とかって言われたりするんですが、このビーガン自体にもですね、あの種類があって、アレルギーで食べられない方、それから、まあ、宗教的な理由で食べられない方、まあ、環境問題に関心があってあのやられてる方、まあ、ダイエットを目指している方、まあ、それぞれ思考が違ってですね、いろんなビーガンの方がいらっしゃいます。洋服だけそのビーガンにしてるっていう方もいらっしゃいますね。で、えっと、まあ、それ以外にそのベジタリアンっていうのは、 あのまあ、フルーツだけで生活してるっていうちょっと変わったそのフルタリアンというあの方から、えーまあ、卵牛乳は OK だよとか白いお肉だったら OK だよとあの鶏まで OK という方とかいいいろんな方がいらっしゃいますで今回です、ね、あの我々がえっと考えていることは、まあ、フルでビーガンであるっていう必要はとなくてです、ねまあ、ビーガンを取り入れた生活ができるんじゃないのかと。 今までビーガンの人ってちょっと特殊な人っていうイメージがあったと思うんですがこれからは多分もう普通にいるものだと思います。でその時にビーガンの人と一緒にご飯食べられないよっていうことだったりとか、まあ、自分ビーガンだから普通の人とあの普通のレストラン行けないよっていうことではなくて、まあ、キーワードとしてビーガンフレンドリー、まあ、ペットフレンドリーとかがあるようにビーガンフレンドリーっていうところをま一つの合言葉で ビーガンの方もビーガンじゃない方も一緒に食べられるというところを目指してます。でこれはですね我々あのファインファーストフーズという会社名なんですけどもイタリアンという印象が皆さん強いかもしれないんですが実はう,うちはイタリアンを目指してるとかイタリアンをやってるってことではなくてファーストフードを、まあ、良質なファーストフードを、まあ、たくさんやりたいということでもともとあの目指してたところがあります。でその中で 一番最初からずっとやってるのが、パスタサラダクリエーションっていうんですけど、これがその麺の種類とソースとトッピングをこう自由に組み合わせられて、パスタ食べたくない人はこうサラダもできちゃうということで、パスタサラダクリエーション。英語としては間違ってますが、あの、やってます。で、これは今の話の通り、アレルギーの方にも宗教の方にも、あの、対応ができるようになってまして、ダイエットしたい方ももちろんできますし、で、今回はその中で、 まあ特にそのハーブとスパイスっていうところに注目して、えー、ビーガンの食品、えー、ビーガンでない方は、ここにお肉を加えるとか、あのー、それぞれさらに加えれば食べられることもできますので、そういったところをまあ今回目指していますというところです。これちなみにカリフォルニアの横についてのフムスっていう、これひよこ豆。アボカドじゃないんですか、はい、アボカドだと思うあ違います、これ、ああのー、枝豆かなで作ってるものですね。ひよこ豆で作っているものがが白いやつがあの これもビーガンの方がよく食べられるやつですね。カリフラワーの上についてる赤いソースはアリッサって言って北アフリカから来てるって言われてる、まあ、唐辛子のスパイスですね。まるでお肉みたいなものとか、うん、まるでソースのようなものとかね、あの、なんかビーガンでも全然美味しいなっていうのと、<laughs> あとは普通にカレーは美味しいですね。ありがとうございます。<laughs> カレーいけたら僕もビーガンになれるなっ <laughs> えっと僕ちょっと 初めて食べたんですけど志願者から令和の虎へとなり上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表上早と家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成 YouTube チャンネル解説などお家でマジ牛タンの勢いは止まらない牛タン界の独眼流が志願者のプランを切りさばき新境地へと攻め込むあの何、ー、からもっとさっぱりしてるというか もう言い方言っ味気ないのかなと思ったんですけどすごいしっかりした味がしたのでちょっとこう冬をう使われたというかそういった印象を今受けてます美味しっかったですああのカレーがすごい美味しかったですと僕お驚いたのがこのホイップクリーム多分使ってると思うんですけどこれはホイップじゃないんですよねないです豆乳ですわすご,いすごいさっぱりしてあとなんか外側のパンもこのフルーツサンドになんかぴったりのちょっと硬めなんだけどしっとりしまくってる なんか新しい新食感の米粉のパンです、ね、あなんかそんな感じしたって言いたい <laughs> いや美味しかったですありがとうございますかなり美味しいし満足度も高いですなんかガンとくるでもその割にはさっきお弁当1人前マックス食べちゃったんですけど普通にスッと入ってくっていうなんかヘルシーだからそんな気になってるのかもしれないですけどとにかく美味しくて満足感が高いですありがとうございます僕もあのビーガン料理って 初めて食べたんですけど<お>めちゃくちゃさすがですというい、えー、あのクオリティだと思いますありがとうございますでこの僕このカリフラワーの上に乗ってるソースすごい好みで<お>これ多分野菜にもさっき言ったご飯にもパンにもパスタにもいけると思うんでこれだったら結構バリエーション多く毎日でも食べれるかなっていうのをありがとうございます渡辺のビーガン料理に舌みを打つ虎の面々滑り出しは好調か次回 ビジネスプランの全貌が明かされると、議論は白熱する。渡辺社長に、もう一回こっち側に帰ってきてほしい。